はい。今回の動画は、ターミナスバージョン1の紹介をします。え今現在では非常に好評な、ゾンビ系ローグライクであって、2D のグラフィックと結構厳しいバランス、アクションポイントを消費するシステムのターン性ゲームですえ。最新バージョンではエンディングが複数ありますが、本来のゲームでは、このマップ下側にハウスがあって、そこからスタートして、線路をたどっていって、いろんな場所を探索して、どっかに存在する終着駅、ターミナスへ向かうと、そういうゲームでした。 ローグライクというと従来は、まあ、ダンジョンクローリー、ハッカーのスラッシュがあって、まあ、今でいうディアブロ系に繋がっていくゲームが多かったんですけど、2010年頃にカタクリズムが登場して、まあ、そこからオープンワールド系の、まあ、ゾンビが出てくるサバイバルゲームが盛り上がるというか、まあ、静かなブームが来るわけですけど、まあ、そういったゾンビゲームではストーリーやゴールがなくて、ゲーム性はまあすごい凝っていて複雑ではあるけど、まあ、結構投げっぱなしな感じで、まあ、クリアが存在せず、 どれくらい生存するかとか、まあそういった遊びがメインであって、でも長期生存してると、今度はプレイヤーキャラがま強くなりすぎたりとか、バランスが甘くて、遊び方やバランス関係がユーザー側やモッド頼りだったりしますね。まあその点ターミナスは結構バランスギリギリで、まあ、死んでも生還しても、1ゲームが短いですね。まあその短い中で条件変えて繰り返しプレイする、という設計が優れています。非常にスマートであって、 CDDA とかモッドがたくさんありすぎて、なんかバックルームがあったり、恐竜が出てきたり、まあ、クトゥル神話系の要素があったりして、まあ、世界観がカオスなんですけど、まあ、ターミナスはそういう方向いかないでほしいですね。まあ、結構リアル系のゾンビの世界です。で、今回の成績版で何が変わったかというと、個人的には長期滞在ができる。それがでかいですね。昔のバージョンでは、まあ、できなくはないんでしょうけど、まあ、長期の生存は少し変わった遊び方という感じで、 本来ターミナスは引きこもりが難しいゲームで、アイテムがギリギリで、そのゴールまで駆け抜けるゲームでした。食料が有限であって、ゾンビは倒せるけど、そう、戦闘は難しくないけど、武器は壊れますね。で、修理も限度があります。それが結構リアルであって、多分ゲーム内で、まあ1週間2週間でゴールしないと、物資はなくなってきます。まあ中には昔のバージョンでも、まあ数週間とか数ヶ月とか生きてる人がいるんですけど、多分その人は、 普通ではないやつ、上級者ですね。まあ一般的には攻略法としては、確かにアイテムに関してはガチャ要素もありますけど、まあ、普通はまずラジオを見つけて、ゴールの場所を特定して、まあ、地図を集めて、ルートファインディングを済ませておく。まあ、あと車を使ったりしてますが、ない場合は日中に移動して探索済ませて、まあ、ゾンビかいないか処理をしておきます。まあ、暗くなったら窓を覆っておいて、視線が通っているような部屋で寝ます。この繰り返しでした。 まあクラフティングに関しては結構、まあ、クラスに依存するので、まあ、使わない場合もあります。まあ、ソルジャーのような、まあ、戦闘向けのキャラは読書をしたりクラフティングする時間があまりないのでちょっとアイテムが足りない場合でも先へ行った方がいい時もあります。反対に長期戦を狙う場合はデックスに全振りしてでクラフトを活用してきます。多分現像ではスキル本がある関係で、まあ、読書のペースが早いこの学生が強いです。特に難易度を上げてしまうと他のキャラクターがあまり活躍できないかなと。 その他、現在のバージョンでは、高温で水を汲んで、煮沸をして、クリーンウォーターができるので、まあ、燃料があれば水は無限に取れます。魚釣りもできるので、魚をさばいて、ドライフィッツを作って保存食になるので、まあ、これも無限に取れます。あと、日数経過で気温が下がってくる場合は、まあ、ガソリンサンドを制圧しておいて、燃料を確保して、キャンプファイヤーを作ると、これでマップ全体の気温が上がるらしいです。 まという具合に昔のバージョンよりは長期滞在ができるゲームになってます。まあ、それがいいかどうかはわかんないですが。それからマップ上には他の生存者も存在して会話をして仲間へ誘ったりトレードができます。まあ、しかしこの NPC を放っておくと夜中にドアを開けていって外へ行ったりします。ドア開けるとゾンビ入ってくるからやめてほしいんですけど。しかし生存者は荷物を持っているので勝手に死んでくれた場合は 遺品を回収できます。それから、ローグライクとしては、マップがランダムに繋がっていて、あと物資もランダムです。ゲームバージョンでは、パーマデスは選択制です。ゲーム内度が4つあります。まあ、最高のアポカリプスはスコアが3倍。で、このアポカリプスで何が変わるかというと、まずアイテムが減ります。まあガチャ運もありますが、まあ、食料がきついです。それからアーマーアリや、まあ、でかいやつとか特殊ゾンビが湧きます。 特に完全武装したゾンビは、まあ、ヘルスの前にアーマーを削る必要があります。まあ、という感じで、何が難しいかというと、リソースが少なくゾンビが強い。まあ、そこで難しくしています。まあ、だから意外と通常のノーマルゾンビはそんな多くないというか、まあ、急に数が増える感じはしなかったです。もしゲームを難しくして、もうすごいゾンビフォードとか、大群を沸かしたと時は、サンダーボックスをお勧めします。 個人的に言うと、アポカリプスよりは、サンドボックスを使って、ゾンビ3倍、特殊ゾンビ3倍。さすがにこれはおかしいので、ゾンビに合うだけのアイテムを増やしてあげる。そうすると結構別ゲームになるので、これをお勧めします。最後にこのゲームはアンロック要素があって、新クラスやトレイトが関係してきます。トレイトは、そのキャラクターの人格というか、アルコールが好きとかコーヒーが好きとか、最初はそんなもんですが、中には出血耐性とか、 ノクターナル、夜行性とか、もう最高なので必須級のトレイトもあって、でも最初は取れません。このポイントがどれくらいあるかは、クリアした回数とか、職業で決まってくるので、まあこれから始める場合は、まずは全クラス解放する。まあ、多分それが最初の目標になります。そんなわけで今回は、ターミナスバージョン1を紹介しました。まあターン性ゲームでは、まあ、今一番人気のゾンビゲームでは、まあ結構盛り上がっていますね。まあ基本的にルールがしっかりしていて、 バランスもいいですが、サンドボックスを使って壊すこともできるというリプレイ性もあります。これはおすすめです。それでは、かなり色がお送りしました。